新日本プロレス本体を腰抜け呼ばわりしてるそうだが、なんなら試してみるか。そんなこと言ったの？どこからも風の噂が。石井、どうする？その発言者である石井に対して永田選手は問いかけます。ニヤリとしています。ヨシハシと天山が口喧嘩したらもうえらいことになると思うな。いやでも石井選手もあの試合の後よく殴りかかりますよね。永田選手と石井選手も結構やり合ってますよね。もう十分だとばかりに第三世代はリングを降ります。メッセージはしかと伝えました。カマンマン行っとけよ。次期ネバー無差別級6人タッグ王者挑戦をぶち上げました。いやとりあえず勢いすごいわ今日の試合でも。これであれですね、バックステージで永田選手がなんか大きいことをやろうって言っていた。おい、おもちろんやってやるよ。ただ石井さんのコメントしか見たいないようだけどな。おい、俺が言ったの見てないだろう。いいか、このネバー6人のタッグベルトは俺たち3人が防衛し続けるのは永遠だ。ふぅ、石井てめえ、これで終わったと思うなよ、はあ、忘れた頃にでもてめえを潰しに行ってやるからな、よく覚えとけ。さて、ウォーミングアップは今日で終わりかな。そろそろ動きますか。ねえ、小島さん。そうですね、いい感じで。天山さん、しばらくこの新日本のリングで俺たちこのタイトル戦線にね絡んでなかった。いや遠かった。でもね、満を持して俺たち3人があいつらに挑戦、もう見てる通り俺ら挑戦する。ガッチリ行こうよ。 OK。 うずうずしたもんね、アメリカ側に。そうだね、うん、俺たち3人からね、3人から見たらあの3人ともまだみんな若造だから、うん、ね、全然もうベテランこそ正義だから。とって当たり前やな、ベテランこそ最強、それを証明してやる。まあいいよ、フルペンかどうか腰抜けかどうか思い知らせてやりますよ。頼むね、行きましょう、行きましょう。よし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 、俺らが変えてやるわ。そうだ、これが言ったな。これが言ったな。こっち、やばいやばい。OK、お願いします。よし、まあ、面白いじゃねえか。いつでも見てやるぜ。久しぶりにストロングスタイルの試合ができそうだ。楽しみだ。まあ正直この防衛重ねる中であの3人っていう 3人で戦うっていうのはうっすらなんとなく頭の中にあったから、いつでもやってるよ。おい、このネバーのタイトルベルトすごいペースで防衛戦やってるだろ。おい、今こんな時期だからこそ、おい、いつでもやってる。おい、明日でも来週でもいつでもこのベルトかけてやってやるからな。おい、でもリング上で言った通り、そんなやつはそのベルトは取れねえし、俺たちがこのベルトを防衛するのは永遠だ。
サンバカトリオ来たな。試してみるか。ふざけんな。お願いしますよ、ほら。おめえら、今日の試合、俺らの試合見たか。今日だけじゃねえ。俺らのタッグ、6名、8名、全部見てみろ。てめえらの生ぬるい試合とは違えんだよ。わけが違えんだよ。なあ、おい。今のままだったらよ、取れるわけねえだろ。だから、猶予はあるよ。なあ。とりあえず明日バレットと合法だったけど、バレットとはもう終わったんだ。お前ら3人入れ。あと本体にまだクズどもがいんな。2人用意しろ。なあ、一丁揉んでやるよ。